電電タウン。電電タウンは、大阪府大阪市何和区日本橋3丁目から5丁目周辺にかけて広がる電気街。日本橋や本橋と通称されることも多い。日本橋は、中央区日本橋1から2丁目と何和区日本橋3から5丁目に分かれている。電気街は、おおむね何和区側、北は南山通りから、南はメークレ橋跡の阪神高速1号。 環状線恵比寿町入口付近までの境筋、日本橋筋、周辺に展開しており、最寄り駅は中央区日本橋に位置する地下鉄日本橋駅や近鉄日本橋駅ではな、地下鉄境筋線で一駅南の恵比寿町駅や南海南馬駅となる。メインストリートとなる、境筋には大型量販店等が軒を並べ、歩道には、 防犯カメラが設置されたアーケードが整備されている。ヨドバシカメラが梅田、ビッグカメラが千日前、山田電機が難波、厳密には今宮へ相次いで出店したことや、二宮や松屋電機の経営破綻、上新電機が日本橋の既存店舗を電気製品以外のホビー商品メインの店舗に切り替えたことなどもあって、 家電量販店の数は徐々に減少し、堺筋にもコンビニエンスストア、飲食店等多業種の出店が徐々に増加している。家電以外に、電材や各種部品、工具等を扱う店舗もあり、電気街だけではない多岐にわたる、趣味嗜好の専門店街を形成している。堺筋の西側にも多くの店舗があり、特に通称、オタロードと呼ばれる界隈が近年活況を呈している。 正式名称は、日本橋筋西通商店街だが、この古称は地元でも、ほとんど使われない。その他、近接する、五階百貨店、日本橋商店街と呼ばれる一帯には小規模な、中古家電店や道具や、古着屋などが密集しており、昔ながらの日本橋の雰囲気を醸し出している。2005年、平成17年からは、春分の日もしくは近日の日曜日に、 日本橋ストリートフェスタが開催されている。年に1日限りという条件ではあるが、従来からの日本橋電気街の中心だった、堺筋を約700メートルにわたって、午後から夕方までの数時間歩行者天国として開放し、同時にパレードなどのイベントを行っている。2010年、平成22年は、主催者発表によれば20万人以上の来街者が集まった。 大子は、名護の浜などと呼ばれた海岸だった。大阪市街が形成されていく、江戸時代初期に、日本橋からメイクレ橋まで南北に長い町域となったこともあって、メイクレ町、名護町。名護町とも表記から長町に転化したとされる。当初は、北から順に、長町モスケ町、長町セイスケ町、長町ヨわり坂町、長町谷町、長町毛川山町。 長町木材門町、長町人材門町、長町新助町と続き、南端が単に長町という町名だったが、元六年間までに長町一から九町目となった。1792年、完成四年に長町一から五町目が、日本橋一から五町目に改称され、長町は六から九町目だけとなった。この時の日本橋と長町の境界は、 現在の中央区と何枠の境界におおむね位置する。市街沿辺部の街道筋に伸びる長町には、旗子や木賃宿が立ち並んだ。都市流入人口の一時的な大流地に加えて、失業者の大流地の性格も次第に帯びるようになり、長町の東西に隣接する天王寺村、南波村、今宮村の各一部にあたる長町裏に、大阪最大のスラム街が形成されるに至った。 情報落語の貧乏花火には長町裏の住民が花火に出かける様子が描かれている。1897年、明治30年の大阪市第一次市企画庁の際に南馬村の全域と天王寺村、今宮村のそれぞれ大阪鉄道、現、JR 西日本関西本線以北が大阪市へ編入された。翌1898年、 明治31年の宿屋取り締まり規則によって大阪市域におけるキチン宿の営業が禁止され、1903年明治36年の第5海内国官業博覧会開催、現天王寺公園新世界の一帯が会場となった千立手町町裏スラムは一掃された。なお、大阪市域を逃れてキチン宿と長町裏スラムが移住した先が、 市境の南に隣接する鎌ヶ崎、愛林地区である。博覧会終了後は、古着や古物を扱う店がのきを連ねたが、大正期に入ると徐々に古書店街へと変わっていき、神田神保町と並ぶ古書店街として知られるようになった。第二次世界大戦後、自作のラジオ向け等のパーツや工具等を扱う店が、この界隈に現れたことが、電気街としてのこの街の始まりである。 その後、冷蔵庫、洗濯機、テレビ等の家庭電化製品が発売されるにつれ、徐々に家電小売り業への転換が進み、力をつけた電気店のいくつかは大型化、他店舗展開を行い、日本橋以外の郊外にも進出していく。その後も、昭和40から50年代のオーディオブームや、パソコン等の、いわゆる情報家電の登場等、 その時代時代に求められていた商品とともに近畿一円に求心力を持つ電気の街、趣味の街として成長した。値段の安さはもちろん店員との触れ合い、値段交渉の駆け引き、掘り出し物を探す楽しさなどがあった。なお、値引き交渉などの慣習は現在でも一部で残っている。バブル経済崩壊後、景気が減速してくると情勢が変わり、電気店には 以前にまして安売りが求められるようになった。かつては日本橋に来なければ手に入らなかった品物も日本橋に本店を持つ量販店自らが出店した郊外の店舗で手に入るようになる。主力の商品もパソコン通り益率の少ない商品に代わりバブル期に巨大化した大型量販店は当時の投資が重荷となり力を削っていく。店舗の集積は 日本橋筋商店街から北西へ広がり、南海南馬駅前から日本橋筋につながる南山道りを含むようになり、さらにメインストリートの西側にあった片側一車線の日本橋筋西通り店街の両サイドにも間に合う宅向けのパーツショップ、同人誌、コスプレ、フィギュアやおもちゃなどの店が多数進出するようになる。当初は地元資本の店が多かったが、後に 東京資本のアニメート、ゲーマーズ、虎の穴、ホビーベースイエローサブマリン、メロンブックス、ホワイトキャンバスなども進出。なお、これら東京本社の企業の店舗では、当該店舗の支店名について、東京都内の日本橋と区別するため、日本橋店ではなく、南波店と称しているところも多い。南場中二丁目のうち南海本線の東側、旧、河原町に所在する店舗が、 ナンバーテンと称するのは間違いではない。東京資本以外では A2 本社、静岡市、ただし電電タウンの店舗は地元企業によるフランチャイズ、メディオ本社、岡山市などが出店している。インターネット上で自然発生的に電電タウンのオタク通りと称されるようになり、転じて現在ではオタロードの名称が定着した。なお、 名称の起源については、電子掲示板からであるとする説もある。その後、メイド喫茶などが多数進出している。こちらは、チェーン化されていない、地元資本の出店が多いが、2011年、平成23年に、東京資本の店舗が一点出店している。また、これらは、境筋周辺にも多く出店している。週末を中心に、多くの来会社が訪れ、 路上への駐車、駐輪、沿道の店舗によるはみ出し陳列、明度喫茶等の客引きびら配布によって道路が違法占有され、通行車用、歩行者ともどもが通行しにくい状況となっている。路上駐車の中には、いわゆる、通車も多く見られる。また、風紀の乱れも問題視されている。なお、店舗とは、無関係なマジコンなどの違法商品。 脱法商品を販売する露店も少なからず見られる。流行した業種に店舗が集中する歴史を繰り返しており、古くは家電量販店が、ある時期はパソコンショップや携帯電話の販売店、そして最近ではアダルト DVD 販売店やメイド喫茶と、その時代によって特定業種が立て続けに出店する傾向を繰り返してきた。その結果、しばらくすると、 同質的な競争に陥り、ブームが去ると次々と閉店し、跡地にはまた別業種の店舗が乱立すると一回の変化が繰り返されている。大阪市内では2001年、平成13年、1000日前にビッグカメラ、ナンバテンが、同じ年に、梅田、大阪駅前にヨドバシカメラ、ヨドバシ梅田が進出したことに加え、大阪近郊でもロードサイドの大型家電量販店、 小島山田電機などが進出していった。これにより日本橋に来る人の流れがせき止められてしまったとの見方が強い。南の玄関口である南海南馬駅に近接しながら繁華街の中心となる道頓堀や地下鉄南馬駅、大阪南馬駅とは反対方向に位置しており、坂井筋が日本橋三南交差点以北において、 北行きの一方通行出るなど車でのアクセスに難があることもあり、一般的な家電を求める客足は次第に梅田千日前方面に遠のいていった。このため、主に近畿資本の家電量販店やパソコンショップ等、当地に複数店舗を展開していた企業では店舗の整理統合が進み、数を減らしていく。2003年、平成15年9月に、 松屋電機が続いて2005年、平成17年1月には、二宮が相次いで経営破綻。中川無線電機、中川無線も雑貨中心の量販店中抜き屋に業態転換したが、最終的に日本橋からは撤退した。上新電機は未だ当時に複数の店舗を展開するも、店舗数は最盛期の半分程度に減少し、 現存する店舗もその多くを家電製品以外の各種専門店、おもちゃ、CD、DVD 等に業態転換している。家電に次いで日本橋の顔となっていたパソコン販売店も2005年、平成17年にスタンバイが廃業、2006年、平成18年には OA システムプラザが撤退、ソフマップも日本橋地区の店舗を集約。また、 前述の二宮は2007年、平成19年6月に日本橋本店を閉鎖し、法人も解散した。松屋電機は2003年、平成15年に経営破綻した後、日本橋から一時期撤退し、その後小規模な携帯電話専門店で再進出したが、こちらも2009年、平成21年には撤退している。この時期、電電タウン競泳会では、 年2回であった一斉セールを1次月1回に増やすなど巻き返しを狙った。2006年、平成18年3月10日には、電電タウンの近くにあるナンパークス南側に、ヤマダ電機の都市型大型店舗の第1号店である、ラビー1ナンがオープンした。この出店により、日本橋電機街から半径数百メートルの範囲内で、大型家電量販店であるラビー1ナン ビッグカメラナンバ10、以前からある上、新電機、その他の中小家電量販店が競合している。2013年、平成25年8月20日には、北、三田、高田、末期は、買ったへと変更の北商店の、キャッチコピーで知られていた老舗家電店である、北商店が予告なく閉店した。街のにぎわいは、南売駅に近い南山通りや、 オタロード周辺にシフトする傾向が強くなっている。一方、かつて流星を誇っていた恵比寿町駅周辺、日本橋五丁目は、衰退が目立つ。特に、ここ数年の間に、大型家電量販店の多くが閉店し、その退店後にはボークスといったフィギュアや、ガレージキット、鉄道模型などのホビー関連の商品を扱う、専門店や、トレーディングカードコプレ衣装、 同人使等の販売店舗の入居が増えている。後継テナントが確保できなかった大型物件については、その多くが売却、解体され、跡地にマンションが建設されるケースもリーマンショックの直前までは目立った。関西資本の大型家電量販店が中心となった以前の電気街としての様相は失われつつあるが、中小規模の家電店舗は少なからず生き残っており、 電気街としての性格は現在でも保たれてはいる。またオーディオ関連の商品を扱う専門店、アナログレコード専門店も近辺で数店営業しており、こちらは以前からの固定客も多い。近年目立つ現象としては、家電販売店の中に免税店として海外からの旅行客向けに商品を強化する店舗が増えており、海外とりわけ中国や韓国等のアジア及び 中東を中心とした団体観光客が立ちる姿が多く見られている。また、南山通り周辺などにおいて、いわゆるオタク向けの中小規模店舗が増えている。2009年、平成21年から、日本橋プロジェクトと名打ち、日本橋を活性化する一環として実施され、電電タウンをはじめとした日本橋地区の地域、振興企画が行われており、伊藤の維持がデザイン、 作画を担当した、音、ネオンちゃん、声、松岡由紀をイメージキャラクターに据えている。また、音ちゃんの妹、ひかりちゃん、声、佐々木望み。それにちなんだ、キャラクターグッズ等が展開され、境筋沿いに設置されている案内所では、パンフレットの配布と、担当声優の案内放送やアニメのプロモーション、映像もある。ちなみに、セミプロのイルカ工房の手により、音、 ネオンちゃんの着ぐるみ、人が溜める変形マスクプレイ型が制作され、日本橋ストリートフェスタをはじめ各種イベントで活動している。2010年、平成22年以降目立った活動は行われていなかった時期があったが、2018年、平成30年3月現在は再び活動の場を増やしている。毎年春分の日、もしくは近隣の日曜日に、 坂井筋を中心に開催されるイベントで、日本橋三南交差点エビス入りジ交差点間において、坂井筋が歩行者天国になり、様々なステージイベントやコスプレをした、撮られたガリの参加者や、それを、ローアングルから撮りたがるカメラマン、周辺のメイドカフェのメイドたちのパレードが繰り広げられる。付近の駐車場、とりわけ JT 跡のタイムズ、大阪南場では、板車が集結し、 さながら展示会の様相を呈する。なお2011年、平成23年度は、東北地方太平洋沖地震、東日本大震災の影響により、中止となった。電電タウンの内部に出入り口を持つ駅は、地下鉄坂井筋線恵比寿町駅のみであり、他の駅からは徒歩である程度の時間を要する。通称が、日本橋であるが、日本橋駅は最寄りではない。なお、 地下鉄恵比寿町駅ホームの駅名表には日本橋筋という愛称が格好付きで付けられている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。